はい、今日も始まりました。皆さんのメイクのお悩みにお答えする熱血的天塾YouTuber 2回目ということで今日もやっていこうと思うんですけれども、本日はモデルとして桃森さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。お願いします。ボーチアンバサダーの桃森と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。結構シャイな性格ですか？緊張してますよね。緊張します。毎回やっぱね、緊張されると思うので僕も結構緊張してるんですけど、なるべく僕が盛り上げていきながらやっていければなと思うんですけど、なんかメイクの悩みとか、はい、こうしていきたいとか、普段ここが悩みなんですよねとかあったりしたら聞きたいんですけど。普段は、割とパーツが外寄り遠心顔なので、うん、結構中心アイラインこう石灰入れたりとか。ああ、でも面白いですね。やってますここ、はい、とかあとは結構ベースメイク上手くないっていうか、こうマスクとかして揺れちゃったりとか、なんか自分に合ってるメイクがよくわからないなって思う。なんか僕が初めてこう桃森さん見た時に、すごい今流行ってる中国メイクって言われるものがすごく合いそうな気がしていて、僕台湾の方のメイクすごい好きなんですよ。台湾のメイクってなんかアジアなんですけど、ちょっと欧米の要素も入ってたりとかして、本当にこう、まあ、いわゆる映えるメイクっていうんですけど、顔が明るくなってすごく血色感もよく見えて、プラスもう本当に全部の骨格変えられるレベルで、本当に大変身できるメイクなので、はい、今日はその最新の中国メイクっていうのも教えながらやっていこうと思っております。はい、じゃあ早速始めていこうと思います。今ね、メイク落としてきてもらいましたけど全然変わらない、はい、肌がめっちゃ綺麗いや結構でもニキビとかの赤みとかは若干ですよ、気になります。誤差レベルの。じゃあ早速下地から始めていくんですが、はい、こちらのトゥーフェイスドのボーンディスウェイグローモイスチャーライジングメイクアッププライマーを使います。下地なんですけど、なんかもう CC クリームレベルのカバー力が若干あるやつなんですけど、これを使っていきます。基本ツヤを出したいところからしていきたいので、この頬の高いところとか後からツヤを出す場所に塗っつけていきます。塗っけてからスポンジで伸ばしていきます。で、次ファンデーション、このジバンシーのやつですね。プリズムリーブルスキンケアリングマット、マットのファンデーションを使っていきます。中国メイクってみんな白いんですよ、顔が。なので一旦これをちょっと白くしていきたいので、今日赤リップを最後使うんですけど、赤リップ使うときは割とあのピンク味があるファンデーションというかは黄みが強い、本当にこうパキッと白って感じのファンデの方がすごく馴染みが良くなるので赤リップが映える。で、次パウダーですね。こちらのエクセルのスノエクセルエクスターリッチパウダーのビーチグローを使っていきます。本当に無色というか、まあ、白いパウダーなんですけど、ラメが若干入っているので割とね肌つやよく見えるので、結構今日マットに仕上げていくんですけど、自然なツヤ感を残していきたいので、このパウダーを使っていきます。ブラシでほぐしていきます。割と骨格を変えるメイクの時って自然のツヤ感を生かす時もあるんですけど、基本的には全体をフラットにまずしてあげて、もうツヤを入れたいところだけツヤを戻してあげるっていう風にメイクをするので、一旦もう全部フラットに僕はいつもしちゃいます。結構真っ白じゃんぐらい、真っ白じゃないっていう、心配なんだけどぐらいの感じでパウダー先にしちゃいますなんか崩れないメイクの方法でもあるんですけど、パウダーをためらってつけちゃうとダメなんですよ。全部に行き届かなきゃいけないんで、パウダーが。で、そのパウダーとファンデーションがくっついて密着することで硬くなってくれて崩れにくくなるので、パウダーを妥協しないのはすごく大事です、はい。結構つけすぎるとやっぱりのっぺりしちゃうとかってあると思うんですけど、うん、最後に僕払うんですよ、はい、シェーディングした後にシェーディングとなじませながら払うので、払う工程しなかったらそれはいっぱいついてるんで割れていっちゃったりするんですけど、はい、ちゃんとこうなじませながら払ってあげると余分なパウダーが払われて、いいパウダーだけ残るので基盤が出来上がるっていう、最後の一工程が大事。そうです、そうです、払うのが大事です。なるほど。で、次シェーディングをしていくんですけど、シェーディングはトゥークールフォースクールのアートクラスバイロダンシェーディングを使っていきます。これもずっと前から使ってるんですけど、肌トーン関係なく使えるのですごく好きで、これを顎の下からまず入れていきます。毎回言ってるけど顎の下が一番大事で、このフェイスラインのこのエラのラインとこの顎の下のここですね、ここの影が一番大事で、横側が綺麗に見えるんですよ、はい。で、次ノーズシャドウを使っていきます。ノーズシャドウは結構しっかりめに入れたいので眉下から入れていくんですけど、
ポイントがあって、ここもう三角形ぐらい、この三角ゾーンはもう全部塗る勢いで塗っちゃいます。結構ここだけ塗る人がいるんですけど、なると線になっちゃって不線になっちゃうので、この眉下全体をこの三角形埋めてあげると、もう本来そこに影が入っているように見えるので自然になります。もう気分は画家です今もう絵描いてる気分です。本当に顔面キャンパスで、顔面キャンパスです、ね、はい、唇の下も若干影を入れておきます。何もついてないこのブラシで払います。これは内側から外側に向かって、このシェーディングに囲ってあるので、それを内側に持ってきちゃうと肌トーンが暗くなっちゃうので、あくまで内側から外側に向かってなじませるように払っていきます。そうすると割と濃く塗ってたシェーディングもこのパウダーの余分なパウダーと一緒に払われていくので結構馴染んでくれるんですよ。鼻は頬骨から内側に向かってこういうふうになじませていきます。そうすると結構がっつりやってますけど馴染むんですよ、意外と。これからも鼻筋通ってるので、うん、そう。すごいですね。鼻高い。お次は眉毛に入っていこうと思うんですけど、眉毛はサノエクセルのパウダーベンジダイブロー EX のフレッシュブラウンを使っていきます。中国メイクのポイントの1個でもあります。眉毛の凛々しさですね。もうしっかりとシャープな、もう自己主張激しめな眉毛を作っていきます。強めですか？強めです。うん、結構、平行は平行なんだけど眉山がちょっと高くなって、でシャープに降りる感じなんですけど、はい、私が結構特徴あるのでまず下側から描いていきます、はい、下をまず埋めてあげて気持ち上がり系な眉毛に仕上げていきます。眉尻に行ったら眉尻を下げます。で結構長めにしてます。結構どれくらいまで長く描いていいですか？まあ許容はあるんですけれども、どのぐらい、でも眉尻がどのぐらいあるかにもよるんですけど、できるだけシャープにしたいんです僕は。なのでもともと眉尻をシャープに沿っている方は元の前に沿って描いてもいいんですけど、結構眉尻がない方が多いので、そういう方は本当にこめかみいかないけど目尻、そうですね、ライナーを引く幅を考えて僕引いてるので、ここまでライン引くよっていう終わりまで僕眉尻を描きます。ここまでライン持ってきたいなっていうのをまず思ってるんです僕。なのでそのラインに合わせて長さを調節してます。そう、ここ先読んでるんですよ。そうなんですよ、このぐらいのシャープさがすごくちょうどいいです、ね、これ欲張りすぎちゃうと本当眉毛しかなくなっちゃうので、顔のパーツが眉毛が喋ってるみたいになっちゃうので、それは良くないので、あくまでラインの長さを考えて眉尻を整える。同じ長さの方がバランスがいいので、そう、眉毛が喋らないようにね、喋ってる、仕上げなきゃいけないんで、そうですよ。こんな感じですね、眉毛。すごい、顔が変わった。そう、眉毛ってすごい変わるんですよ、額縁と一緒なので、はい、この眉毛を仕上げていきました。ちょっとだけ毛を立たせてあげます。これはリムビューティーのマイコンフィデンスアイブロウですね。なので毛を若干こう立たせてあげて、ちょっと凛々しく見せてくれるというか、今ページルで描いたので、もともとの眉毛が若干薄くなっちゃうじゃないですか。それをよみがえらせてくれるような、そう、毛一本一本にこう張りを与えるような眉マスカラです。はい、では次はアイメイクに入っていくんですが、今日はですね、結構中国コスメをたくさん用意してまして、適材適所と言いまして、僕結構海外メイクの時は海外のコスメを使うし、日本のメイクの時は日本のコスメを使うし、韓国だったら韓国で使うんですけど、中国メイク今日するので中国コスメを持ってきました。こちらです、フローラシスですね。すごい、もう絵本かな、ね、見た目が可愛い、すごいんですよ本当に。もうパッケージがまず可愛いんですけど、開けたらさらにすごくて、開けますよ、ダンダラーン。この彫刻のシリーズなんですけど、シャドウが彫刻されてるっていう、しかもそのレベルが違うんですよ、なんかもう細かくて可愛い、すごいんですよ、これもめっちゃ気分上がりますよね。配色も素晴らしいし、でパッケージが結構こだわってるやつって、じゃあ中身どうなのってあるんですけど、ちゃんと発色綺麗なんで、これ本当に大好きで、これ今日使っていきます。はい、ではまずですね、
で今日やっていきたいことがありまして、最近中国で流行ってるんですけど、中国版のカットクリースっていうのがありまして、僕も結構カットクリースってやるじゃないですか、はいはい、されるじゃないですか、はい、で本当にカットクリースって海外のやつだと、まあ、コンシーラーを使ってこの二重幅のところにコンシーラーを乗せて彫りを深く見せるっていうメイクなんですけど、まあ、大体コンシーラーを使うのが一般的なんですけど、中国版のやつはコンシーラーは使えません。あくまでシャドウで線を描くだけなんですけど、それを自然に見せるっていう方法を今日ご紹介します。でこのカラーをですね使っていくんですが、この2色をまず混ぜて使っていきます。これを平たいブラシに取ってあげます。あ、2色テイク2です。こういったブラシに取ってあげます。まずですね、こう顔がありまして、ここにカットクリス作りたいっていう場所をまず自分で決めます。大体僕よ、この骨の、ここに皆さん骨があると思うんですけど、その骨のくぼんでるところが目印です。触ってみて、骨くぼんでるなっていうところに線を描いてあげると、自分の骨格の位置を無視せずにできるので、もう骨を触ってあげるとすぐ分かりやすいです。まず、こんな感じで線を描きます。変な線と思うでしょう。でも、ちゃんと馴染ませられるので、こっちも同じように描いていきます。本来だったら、コンシーラーでこの線を、まずシャドウを幅広く塗って、でコンシーラーで整えてあげるっていうのが本来の方法なんですけど、あくまでこれはもう線描くだけなので、細いブラシとシャドウさえあればできる、はい、こんな感じでまず線を描いていきます。ここが彫りの深い部分になっていきます。まだ不安ですよね、皆さんね。大丈夫ですからね、なじませられるんで大丈夫ですよ。でお次ですね、こちらのこれかな、このカラーを使っていきます。今度はこれを使っていくんですけど、さっきのここの部分ですね、この部分は避けて黒目の真ん中から塗っていきます。結構ヌーディー系のカラーなので、薄いかなと思うんですけど、やっぱさすが中国コスメで発色すごいいいので結構伸びます、色も。でこれがベースカラーですね。これベースカラーです。でこれを塗るときも、このさっき描いた眉毛、眉尻に向かって引いていきます。眉尻が指標です。それに向かって上に上げるとすごく切りやすいです。どうなるんだろうって思ってますよね、みんな。そういうの大好きです。そういうの大好きです、本当に。どうなるんだろうって思ってるのを綺麗にしてあげるっていうのがやっぱね、僕のメイクだと思うので、これボツじゃない大丈夫ってさんって思ってると思うんですけど、全然大丈夫です。こんな感じでベースカラーを塗りました。これだけでもだいぶ綺麗で、次ですね。今度は、こちらのカラーを使っていきます。中国メイクってやっぱ赤なんですよ。やっぱ、中国のメイクって、中国の、伝統舞踊から来てるメイクなので、大体このチーク塗る範囲も、シャドウとつなげるように、ほぼ全体をピンクにしたりとか、シャドウもやっぱ赤がすごくテーマだったりするので。赤のイメージがありますね。そう、赤のイメージがあるんですよ。はい、これをさっきのこの黒目の真ん中からちょっとずれたところから、始めてグラデーションを作っていきます。これもでも眉尻に向かって上げるようにしていくんですけど、ほんと綺麗な赤色でめちゃくちゃ綺麗な色なんです。これ外側だけですかね、その色は。そうですね、外側だけです。うん、そんな感じです。でお次ですね、もう少し赤みが欲しいので、こちらの横のカラーを使っていきます。これを初めから直で塗っちゃうとやっぱりグラデーションになってないので、赤がすごい色がパッと開けすぎたりするんですけど、ベースから塗ってあげるとすごく馴染みがいいので。でお次にこの最後ブラウンですね、こちらで目尻をさらに締めていきます。これはもう本当に目の際ぐらいですね。ここまでやっちゃうとせっかくの赤が消えちゃうので、あくまで印象をつけてあげるだけのブラウンなので、あんまり幅広く塗りすぎずに二重幅ぐらいで留めてあげます。目を開けた時に、あ、ここ濃いなっていう、二重幅結構しっかりあるなって思わせるぐらいの幅感で塗っていきます。だいぶ仕上がってきましたね。で、次は、下まぶたも同じカラーを塗っていくんですけど、下まぶたは、このオレンジのカラーだけを塗っていきます。でもやっぱ囲んだ方が綺麗なので、下も囲んでいきます。上をちょっと見てもらって、でこれを塗る範囲って言ったんですけど、二重幅のちょっと下ぐらいまで塗ります。まあまあ幅広いです。二重を普段、涙袋を作る位置の
ちょっと下ぐらいまで塗っちゃいます。これ結構下まで塗ってらっしゃると思って、うん、結構塗ってます、はい、か目を大きく見せるのもありますし、ちょっとアニメっぽくなるんですよね。なんか雰囲気が出るの で、うん、で結構さ最後チークでまた仕上げる時もちょっとこうつなげたいので僕は、うん、なのでそれもあって結構幅広く僕は塗ります。うん、OK です。でそうしましたら次はですね、こちらのピンクのラメを入れます。一旦ですね、ブラシを入れさせてもらいまして、これを塗っていくんですけど、最初に開けておいたこの目頭の部分ですね、こちらにこのラメを乗っけていきます。ブラシ自体を濡らしたんですか？そうです、うん、濡らすと、はい、ラメの発色が信じられないぐらい良くなります。そうなんですよ、密着感良くしてあげた方がラメって輝くので、はい、輝かしたい時は僕、はい、ブラシ塗らしますよく。で顔にハイライト塗る時も、はい、フィックスミストした後にハイライトを塗るので、その方が密着良くなります。じゃあラメ飛びにくかったりしますか？飛びにくいです。で目頭ぐらいからさっきの線の部分まで塗っちゃいます。そうすると本当にカットクリスしたみたいな目になるんですよ。でも光が入るだけですごく馴染むのでおすすめです。でプラスもう一工程ありまして、ここのラインをさらに強調していきたいので、このジル・スチュアートのラメラインですね、名前がジル・スチュアートアイダイヤモンドグリマーですね、使っています。05番ですね、これは、はい、字が本当にもう 0.1 ミリくらいしか持ってないできるちゃんと合ってるこれすごいキラキラってキラ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 ってなる。うわ、かわいい。そう、かわいい。細いですね。細いです。すごく使いやすいです。結構太いこういうラメってギャラギャラしくなったりするんですけど、細いのですごく使いやすくて、これをこのラインの下側ですねに引きます。完全に変わります。キラッとします。横向いたりした時にその線の下がキラッと光ることでそこが強調されるので面に奥行きが出ます。すごくで、次はさっきの細いブラシで今度はブラウンを取ってあげて、この下まぶたのこの生え際ですねに線を描いていきます。開けてもらってちょっと上見てもらっていいですか？ここですね、ここに線を引いていきます。この目尻のこういうブラウンの締め色のラインってすごく大事で、一気になんかオーラが出るんですよ。パッと魅力ある方って大体ここにシャドウが入ってるイメージがあって、小松菜奈さんとかのメイクも割とこの辺にあの黒がブラウンかの色が入ったりとかするし、僕も絶対ここは入れるようにしていて、なんか一気にこう魅力が増す気がします。ミステリアスな目になるというか。で今度はこのブラウンとさっきオレンジを混ぜて涙袋を描いていきます。普段描きます？涙袋。いや、あんまりやらないですね。やらないですよね、はい、でも絶対似合うんですよ僕はもう見えてます絶対に似合うんですよ、はい、占い師みたいなでも本当によくもうメイク浮かんで見えるタイプなので絶対似合うんですよ。こうラメ乗せたりとかハイライトカラー乗せてこうぷっくりさせるっていうのはなんか結構定番な涙袋の作り方でやるんですけど、あんまり影色乗せたりとかはしないですね。ブラウンだけだともちろん暗いんですけど、オレンジ混ぜることによってシャドウと馴染むので、あんまり違和感なく涙袋作れるんですよ。はい、こんな感じ書きました。さらさっきのこのジルスチャートのラメですね、こちらをまた再度使っていって涙袋にラメを塗ってます。基本的にこの黒目の下だけ塗ります。僕は線引きすぎちゃうとちょっとやりすぎに見えちゃうので、黒目の下だけなんかもうラインストーンあるぐらいの感じで向けてあげると自然です。ちょっとキラッとするなぐらい、うん、おーですよねでここからラインを引いていきます。ラインはジバンシーのライナーですね。ライナーデイスタービア合ってるかなやっていきます。黒ですか？黒です。黒なんですけど、うん、先端が割とこれ細めなんですよ比較的。
筆が細いので結構細かく描きやすいし繊細な線が引きやすいので、うん、今日すごいぴったりだと思ってこれを持ってきました、はい、まず今日しっかりライン引いていきたいので前目尻のラインからまず描いていきます。これですね、どこまで引くかというとここまで引きます。不安ですよねここまで引いてそこからつなげていきます。で閉じてもらっていいですよ。このライン自体はもうすごい引きやすいんでめっちゃ線細く描けるんですよ。このぐらいですね。アイラインって加藤さんと、はい、なんか角度自分でやるときに見やすいみたいな。今回シャドウもそうなんですけど全部眉毛の眉尻に向かってやってます。すべて主軸は眉尻です。ここに向かってこうなるようにここで多分交わるじゃないですか、このラインが。そういう意識です。この眉尻に向かって全部引いてます。そこ揃えてあげると位置がこうちぐはぐにならないのですごくやりやすいんですよ。なので最初に僕がここから引いたのもそうで、まず眉尻に向かって引いてここまでしか引かないって決めてやってあげると結構ライン描いてるとあこっち失敗したちょっとまた引こう、こっちまた引こうなんてどんどん長くなっていっちゃうんですよ。もう引いたらもうこめかめぐらいまでいっちゃう時があるのでなるべくここまでしかやらないっていうのを決めてからやってあげた方がちゃんとね長さが調節できるので、うん、僕はいつも、 もうここまでしか引かないっていうのを決めてから確認してます、うん、確かに長さ揃えるのも難しいです。そうなんですよ、超大変なんで、うん、これで結構まつげの際までしっかりと引きます。うん、こんな感じです。すごい変わった。うん、やっぱラインですごい変わるんですよね、うん、すごい。で、下まつげを今日も描いていくんですが、うん、僕いつも下まつげ描くんですよ、うん、なぜかというと、まあ、つけまつげつけてもいいんですけどつけまつげよりも僕は描いちゃった方が自然なこう束感にしやすいと思っているのでいつも描くんですけど今日も描いていきます。使うのはメイベリンのハイパーシャープライナーのアッシュアンブラックってカラーで描いていきます。で描き方なんですけど、まず自分がどういう下まつげを描きたいかっていうのを想像します。もしくはそれもない方は写真でもいいです。写真でこういうまつげにしたいっていうのを横に貼って模写です。本当に真似して描くだけなんですけど、これは経験が得るので慣れです。本当に開けてもらってちょっと上向きます。でここから描いてたらこんな感じだろうなっていう感じでタバタバに描いていきます。なるべくこうランドさせるように描いていくのがコツですね。それを周りから補強するようにタバタバにしていきます。うん、こんな感じですね。どうかな、まばたき我慢しました。いや僕ももう全集中です。これはもう頑張って、はい、こんな感じです。で次マスカラと今日つけまつげも使っていくんですけど先にマスカラをしちゃいますね。でまずベースを使っていくんですがこちらのケイトラッシュマキシマイザーですね、うん、使っていきます。いろんなメーカーさんの下地あるじゃないですか。でもこれ、うん、一応僕これが好きで私も使ってます。マジ伸びますよね。伸びます超伸びるんですよ、はい、でもウィーラーで上げてもらってるのでつけていきます。でも元からまつげ長いですね。美容液つけて。あ、本当ですか。伸ばしてます、はい、つけばいらないかもしれないめっちゃ長い。これ使えば使う必要ないかも。つけまつげ。つけまなしですか。できると思いますか。で乾かしてる間にチークを先にていきます。かわいい。次こちらのスックのですね、ピュアカラーブラッシュ132番使っていきます。赤っぽくて、うん、結構赤なんですけど塗ると意外と自然なじむのでこれを今日使っていきます。で塗る範囲がポイントなんですけど中国メイクの場合はさっき言ったようにシャドウとつなげたいのでこの辺も全体いっちゃいます。今日斜めに向かってこの辺から始めます。で鼻にもこれ塗ります。鼻チークはまず絶対です、ね、このフェイスラインを頬と鼻と顎をチークしてあげると全体のこの色味が統一されるのでめっちゃバランスよく見えるんですよ。
あともう一個衝撃的なことを言うと、うん、唇の上も塗ります。これ、これですね。ここに塗ります。これです。こうすると後でリップの時にこの陣中部分がすごく短く見えるので、これすごくポイントです。だからシェーディングで陣中短縮するよりもチークでやった方が自然です。で次マスカラを塗っていくんですが、マスカラは MAC のエクスティンディットプレイバームミーアッシュブラックカーブブラックです、はい、中国メーカー基本黒ですね、はい、目力目力です。迫力、あとこうやっぱ自分の芯が強い女性像っていうのが多分テーマの気がしてて、僕なので基本まつげとかラインも全部黒かなと思います。カラーラインとかするにしても黒いラインの上からとかの方がいい気がします。 あえて黒をやっとくんですか。うん、あくまでこの 目の形は釣り目にキープしつつ、ただカラーラインでちょっとニュアンスつけるぐらいの感じの方がいいと思います。で次リップを塗っていきます。リップはすごいですよ、うん、こちらもこちらです。おお、なんかついてますね。なんかついてますね。チャームがついてますね。これもフローラシスのコスメなんですけど、本当にパッケージの美しさが信じられなくて、かわいい、気分が上がるどころの騒ぎじゃないんですよ。でこれ どこにリップあるんだと思うじゃないですか、うん、ここからかっこよでこうやってシャキーン言ってそしたら見えるかな、これ触れますね、これかわいい。チョークリップなのでリップにもチョークが全面にされてます。どないってどないどない使われへんやこんなんなるんですけど、かわいいですね。どないでこれをこうカチャッとやってこうやってつける。おお、長い長い、すごい、こんなリップあるみたいな。これも塗っていくんですけど、これかけてもらって、めっちゃこれマットなので一旦これをベースとして使っていきます。まあ今こうやってやってるんですけど、本来だったらペンシル使ってるんですよ。ちゃんとブラシ使ってるんです。パフォーマンスやりました今のは。上はここにねちょんちょんと、まずハート描いちゃって、ちょんちょん、ね、それを広げていきます。中国メイクのポイントの一個として、やっぱ山がしっかりと取られているリップっていうのがあるので、結構山をしっかりと描いていきます。この目元が結構赤使ってるじゃないですか、それをリップでさらにまとめてあげるっていう感じがするので、やっぱ中国メイクと赤リップがすごい映えるんですよね。で最初にこのベースの肌色をちょっとこう白っぽくパキッとした白にしてるので、余計にこの赤リップが映える。で赤リップ若干使いにくいよって人いると思うんですよ、とか自分の顔には赤リップ合わないって人いると思うんですけど、そういう方も肌トーンを変えちゃえばいい。赤が映えるのは白い方、肌が、うん、赤い方が絶対に綺麗と思います。でもう一色使っていくんですけど、今度ジバンシーのリップですね。ルージュアンテルディシルキーリップスティック使っていきます。結構赤の、さっきより深みがある、深みがある赤ですね。これを内側に重ねていきます、はい、より赤が誇張されるので、わかります、すごい綺麗な赤リップになるんですよ。あ、ちょっと大人っぽさが増す気がします。これ塗ってあげると、はい、おー、あ、ここのちょんちょんでやっぱりこの輪郭がはっきりしますね、うん、最初に入れたここめっちゃチーク大事で、すごい印象変わります。で先にこのミストをしておくんですけど、イブサンローランのトップシークレットセッティンググロースプレーって言ってオイリーンタイプのスプレーになります。これでマットな質感の肌全体に均等にツヤを入れていきます。結構粒子細かくてふわっと広がるので、いい匂い、いい香りなんです。これ本当にいい香りで、イブサンローランのこれマジで好きなんですけど、これでちょっと置いておきます、乾くまで。で最後の仕上げでハイライトをしていくんですが、ハイライトもフローラスです。これ一番日本でバズってるもので、多分これ見た方多いと思うんですけど、このハイライトです。これマジでバズる理由が本当わかる、めっちゃ綺麗です。これ塗りますね、一旦見てほしいです。もう本当にちょちょちょっと取ります。これちょちょちょって取って、じゃあ鼻先まず塗りますね。鼻先塗ります。
ちょん。どうでしょう。おお、すごい。で、鼻の付け根じゃ塗ります、今度。ちょ、前向いてもらっていいですか。こう塗りますね。はい。もう、このシューでも、どんだけ光るんってぐらい光るんですか。で、今度、唇の上また、オイハイライト使いますね。はい。で、顎先ちょっと塗ります。頬の部分は、少しだけ塗ります。あんまりギラギラさせないので、こういうハケタイプのブラシ取って、少しだけ塗ります、ここに。真ん中だけ。バランス取るぐらいで。これでメイクは完成になります、うん、はい、それでは衣装とヘアも完成しました。別人ですよ、本当に。もう仕上がりがどうなってんのか。そう、まだね、ご覧いただいてないので早速対面していただこうと思います。3、2、1、どうぞ。おお、すごい。え、全然なんかこんな、なんだろう、パキッてしたメイク、はい、ね、はい、ライン、うん、やっぱりこうポイントにされた眉尻とか目尻とかすごい綺麗で、はい、やっぱり身も引き締まる思いです、はい、キリッとなります。ここメイクってね、もうして終わりじゃなくて、もうした後に自分がどういう風な心境になるかっていう、やっぱり髭が引き締まるっておっしゃってましたけど、なんかこうメイクをしてこう自分にこう自信がついて、ちょっとこう胸張って歩けるなとか、街歩くとちょっと自分にこう自信つくなとか、そういうのがすごいメイクの一番の魅力だと思うので、そんな感じになってくれたら嬉しいなと思ってメイクしたので、すごい嬉しいです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、メイクのポイントなんですけど、まあ、中国メイクってことで、ポイントはまあ3つありまして、眉毛とアイメイクとリップですね。まあ、眉毛は結構こうシャープな、平行なんだけど、眉尻が若干上がって下がるシャープな眉毛っていうのが結構ポイントで。あって、まあ、アイメイクをいろんな技を使ってるんですけど、その中国版のカットクリースって技を今日披露したんですけど、まあ、普段使いするときはもうちょっとこの線をね、若干薄く描いてもらってダメで結構見せるような感じでカットクリースっぽくしてあげるのもすごく雰囲気変わるのでいいと思いますし、この目尻側に向けての赤いシャドウと、あとこのチークもですね、シャドウからつながってるようなチークっていうのもすごい中国メイクのポイントではあります。あとはチークをその唇の上に乗っけてからリップをするっていうのもすごく大事で、新しい人中短縮メイクの方法でもあるかなと思うので、ちょっといろんな技が凝縮したメイクです。いやー、本当に顔洗えないです。嬉しい。しかも初めからファンデの色が白いって言ってましたけど、割と馴染んで見えません。はい、そうですね。結構このトータルで赤リップとかが映えるって意味で、うん、あんまり自分でも浮いてる気がしないです、うん、やっぱ色がまとまって映えるとね、はい、あとシェーディングで顔を囲ってるのもあるんですけど、うん、やっぱ色がまとまって見えると色のトーンもね合って見えるので、それも結構ポイントかなと思います。はい、では参考にぜひしてもらえればなと思います。はい、今日の動画がいいと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録、通知もぜひぜひお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ケテでした。バイバーイ。ありがとうございます。